はい、どうもゆうすけです。おはようございます。いよいよやってきましたロケット団イベントでございます。もうこれはねポケモン GO の数あるイベントの中でもガチ案件ですよ。ロケット団イベントは早速ですが下っ端からやっていきたいと思います。まず下っ端地面に叩き落としてやるぜ。これは紙剣艦隊で OK ですね。もうロケット団はですねこれも僕のロケット団動画ではもう散々言ってることなんですけども、とにかく弱点をつく、弱点をつけばねもう楽勝なんでね、もうこれも紙剣で、はい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 、技1だけ楽勝ですね。はい、ナマズンも技1だけで、はい、技1だけでいきました。紙剣ね、本当にね、強いんで、ロケット団戦ではね、まだ育成されてない方はぜひこれを機に育成して、ロケット団戦、ほんと地面、岩、水はね、もう紙剣で OK なんでガンガン使ってみてください。地面ポケモンはサイホーンでしたね。サイホーンはまだまだ、今回のロケット大イベントでも出てくれるということですね。シャドウドサイドンはね強いですから、本当にレイドでも活躍しますしマスターリーグでも活躍すると思いますね。この子ガンガンゲットしていきたいですね。鉄壁の鋼を食らいな、まあこれはですね何が出てくるか分かんないんですけども、とりあえず炎と格闘を並べとけばいいかなっていう感じですね。エアームのまだ生き残ってるかな。あ、エアームの生き残ってますね。この辺のラインナップはあんま変わってない感じなのかな。はい、燃やしていく、燃やしていきます。まあ鋼なんでね格闘出してもいいかもしれないんですけども、ただエアームドは飛行タイプが入っているので格闘が当倍になってしまいますので、まあ炎でご利用するのが一番無難かなって思いますね。3匹目はハッサム、これは炎20弱点ですね。技1だけできるんじゃない。 OK です。レシラムでラクラク討伐です。ゲッチャではシャドウエアームドですね。まあエアームドはねもうゴーバトルリーグでもう大活躍のポケモンなので、まだいてくれるのはありがたいですね。まだまだこのエアームドは厳選できます。今回進めていくのはこのリサーチですね。アドベンチャーウィーク選挙、これ最後まで行くとスーパーロケットレーダーがもらえて榊様倒せるらしいんで、今日は一気にそこまで行っちゃいたいと思います。毒をたっぷり浴びせてあげるわ。これはエスパーで OK ですね。ミュウツーでご了承しましょう。1匹目はグレックルですね。これ復活した感じかな。俺の記憶違いだったら申し訳ないんですけども、グレックルこれはあれですね、サイコカッターだけでご利用せますね。さすがさすがはエスパー20弱点でございます。で、ニドリーナも、もうあとはもうサイコブレイクでね、もう吹っ飛ばせるでしょう。ゲットチャレンジはグレックルですね。まあこの子もね、まあゴーバトルリーグでね、まあ強いのでね、ドグロックさんですね。この子もガンガン厳選していきましょう。そして次は下っ端とのバトルで6回勝てば OK ですね。では、こいつをやっていきたいと思います。何ですか？地面、もうこれは紙剣ですね。そして、モグリュウでございます。この子も引き続きゲットできますね。シャドウドリューズも、まあ、ゴーバトルリーグ、そしてレーザーアタッカーとしてもね、非常に強いポケモンですから、シャドウドリューズもですね、ぜひこれを機にガンガン厳選していきたいですね。では次です。何ですか？女のロケット弾ですね。吐く炎ですね。炎は、これは水攻め。水でご利用してれば大丈夫ですね。海洋がご利用しで OK です。何が出るのかな？火の嵐、お、火の嵐復刻しましたね。いや、ナイスだな。星の嵐はですね、今、シャドウバクーンがめちゃめちゃ強いので、スーパーリーグでもハイパーリーグでもすごい強いので、この復刻は嬉しいっていう人多いんじゃないですかね。個体値は、やっぱそうだよね。まあ、これもね、悪くない方だとは思うんですけども、ただやっぱ攻撃もう少し低い方がね、PVP 的にはいいですよね。で、次のロケット弾は、エスパータイプですね。まあ、これは悪でいいんじゃないですか。バンギでいきましょう。オッケー、エスパーもバンギで余裕ですね。弱点をつけば余裕です。ではどんどんやっていきます。こいつは何ですか？ビリビリ電気ですね。これは地面でご利用せば OK です。バチュール、ここら辺も相変わらずいますね。まあ、デンチュラもね、まあ、ゴーバトルリーグで強いポケモンですので、しっかり厳選しておきたいです。では続いて何ですか？ノーマルタイプですね。これは格闘が弱点となっておりますので、まあ、怪力、シャドウ怪力だったり、テラキオンだったり、そこら辺でご了承も OK ですね。ニャルマですね。ノーマルタイプって、あんまいいポケモンゲットいないんですよね。これ技1だけでいけるんじゃないですか？シャドウ怪力のカウンターの暴力。いや技1だけでいけるんじゃない？ OK。 いやシャドウ怪力ね、なんだかんだ言ってやっぱ安定ですよね。次はロックの魂を叫びを聞けということでね、ロックですよ、ロック。まあこれも水ご利用してでいいんじゃないですかね。紙剣でご利用してもいいような気がしますけども、まあ海洋画か紙剣でいいんじゃないですかね。アーケン、これは今回初でしたっけ？ちょっと間違ってたら申し訳ないですけども、
まあ初だったら嬉しいですね。ではリサーチ3ページ目になりました。リーダーに勝てでございます。これに勝てばスーパーロケットレーダーが手に入ります。でクリフさんがいますのでやっていきたいと思います。まあクリフさんね、まあいろんな対策ポケモンがあると思うんですけども、まあ今回もあえてね、前回やった時と同じオーダーでいきます。海流、海洋ガ、ディアルガですね。ドラゴンでどうにもならないやつを海洋ガに処理するっていうねパターンですね。ちょっと今回もこの鉄壁のパーティーでクリフさん倒せるかどうかやってみたいと思います。対戦よろしくお願いいたします。今回からですね、リリーラですね。リリーラの技は何ですか。あー大丈夫大丈夫大丈夫だね。 OK で技シールドを剥がし、あー早い早い早いよこの人。シールド貼っていきます。あ、現地化これ貼んないとダメですね。現地化は貼んないとまずくて、で硬直時間は積極的に利用しましょう。硬直時間を利用してその間にゲージを貯めていくと。これリリーラ今なんで海流初手じゃなくて初手ディアルガの方が安定かもですね、このパーティーだったらね。でもう一発 OK、 これでシールド剥がせます。海流はねこうやってね素早く打ててシールドをね剥がせまくることができるっていうのがねいいんですよ。もうこれで OK ですよ。 あと一発原子来ないで、これ技一だけ行きたい。いけた OK ナイス。2匹目は何ですか。2匹目は岩パレードだな、プテラ。これあー岩だ岩技だわ。これめんどいっすね。とりあえずドラクロ打てる限り打っていって、でもうバカ力打っちゃうか。バカ力打ってほぼ倒しちゃうなこれ倒しちゃったね。でも大丈夫だよ、あと控え2匹だから大丈夫で、ラスト何、ラスト安定のバンギですね。でこれはちょっと下がってるんでカヨが出します。まあ、こんな感じでねちょっとカエリュウとかディアルガ的にうざいやつをまあカイオーガで処理していくっていう感じでいいんじゃないですかね。マスターリーグでもねディアルガとカイオーガの互換性っていうのは優れていて、まあ、ディアルガとカイオーガを組ませているようなねパーティーいっぱいありますからね。オッケー、ご了承で勝利でございます。対戦ありがとうございました。今回のクリフさんのポケモンはシャドウリリーラでございます。まあユレイドルねたまにゴーバトルリーグで出てくるんですけども、でもメジャーなキャラクターでは正直ないですよね。それからそもそもシャドウじゃなくて別に通常でもいいんじゃないかっていうところもあるので、まあリリーラさん、まあ正直微妙ですよね。では次はですねシエラ姉さんですね、やっていきましょう。まあこのシエラ姉さんもこの安定の海流、ディアルガ、海洋ガ、これでやってみたいと思います。多分ねゴリ押せると思いますよ。まあ、もちろんね最適なポケモンはね他にもいっぱいいるんでしょうけど、例えばキバニアだったら水だから噛み続き出すとかね。まあ基本ゴリ押しでいい、ゴリ押せるね。ドラクロを打つまでもなかったね。キバニアはね神耐久なんですよね。ただその代わり攻撃がすごい強いのでそこは警戒しなきゃいけないんですけども、まあ、ある程度ね強化したポケモン、まあ、こいつら全員ピール50まで僕は強化しているので、まあ要はあれだよ、あの PL のゴリ押し、種族地のゴリ押しですねとにかくゴリ押せばいいのではないでしょうか。で、あとこれでシールド剥がれたので大丈夫ですね。で電気なので、あー技1結構食らうね。海流だとね砲があるから電気等倍になっちゃいますからね。でこれで、あーどうだこれいけるかな、なんか怖いな、行きたいけど怖いんで怖いんで行きましょう。海洋がラスト、なんだろう、ラストによってはこれ、あーオッケーオッケーいいよ、結果よかった、結果海洋がでよかった、オッケーオッケー、まあなんとかなりますねあんまねこれなんかタイプ相性とかはね結構考えてないんで、もう本当にポケモンの強さで単純にゴリ押すっていうパーティーなので、まあ、あんまちょっとなんか教育上あまりいいパーティーではない、タイプ相性をちゃんと覚えていきましょう的ななんかそういう、あーアプリ落ちたアプリ落ちたよナイアティックさん今回のこのシャドウキバニア、まあ今回のリーダーのメンツの中では当たりって言われてますよね。なぜかというとこのシャドウのこのサメ肌がもうバカ強いんですよね、火力が。ただ超火力特化型なので耐久あまりないっていう感じなんですけども、あれから1時間近くアルロを探してるんですけども、アルロ全然いない問題です。アルロを探し求めていたらこんな山奥まで来
来てしまいました。小川の街中全然いなかったんですよね。でちょっとあそこの山ちょっと登ったところにリーダーがいるので、それがある路じゃなかったらちょっときついっすね。ヤギがいます。ヤギが鳴いております。この裏にも一匹いますね。いやー、のどかなところまで来てしまった。こいつですね。もう一匹おります。めいめい鳴いております。ここまで来たんですけども、クリフでした。というかクリフしかいませんね、この町。いやー、アルロ全然いない問題です。山奥の神社まで来たんですけども、いやー、ここも残念なことにクリフでした。マジか。アルロ、アルロで埋まっております。アルロ一体どこにいるね。小川町の方に引き返してももう何もないのと、それからね、もうこの峠の中腹ぐらいまで来ちゃってるので、今はちょっと山を越えて隣の嵐山町に行きたいと思います。まあ本当は引き返した方がいいんでしょうけども、ここまで来たらね、引き返すのも進むのも同じ状況なので、歩いて峠越えて嵐山行きます。まあ当たり前ですけども、ここら辺全然ポケストップがないので、もうしばらくですね、この道沿いを歩いて街に出るしかありません。もう少しで254のバイパスに合流です。でもうちょっと行けばね、癒しのオアシスカインズがあるんで、ちょっとカインズで休みます。ここの奥がカインズです。そしてここが廃墟マニアには有名らしい旧嵐山ドライブインですね。ここ昔ね、ゲーセンとかがあったんですよ。こんな山奥にゲーセンとかがありますからね。これはねすごいところだったんですけども、さすがにこんな山奥誰も来ねえよってことで潰れてしまったみたいです。峠を越えてロードサイドの店舗が立ち並ぶバイパス沿いにやってきました。しかしここまで来てもアルロド号がリーダーすらいないっていうね、いやー、田舎の厳しい現実を見せつけられてるっていう感じですね。これはなかなかの長期戦になりそうだぞ。てか嵐山まで来て思ったのは、全然ポケストないですね。まあこれが田舎のリアルなんでしょうけどもね、まあ、小川町よりこの嵐山町の方がね、こんな感じでね、いろいろあってね、栄えてはいるんですけども、でもポケストップはね全然ないっていうね、まあこれが田舎のリアルだよな。皆さん見てください、やっと行ったよ、アルロさん。もう君に会いたくて会いたくて会いたくて震え。今ですね、埼玉県嵐山町の菅谷館跡というところに来ておりますね。ここはですね、鎌倉武将の畠山重忠さんですねの、まあ、城だったところなんですけども、そこがですね、まあこれだけリーダーがいるんだったら、さすがにアルロさん一人ぐらいいるやろって思って来たんですけども、案の定いました。よかった。いや、これいなかったらマジで絶望だったよ本当にね。この嵐山はね、この菅谷館あとの周辺以外はね、あっちの方とかポケストップ、本当住宅地の方とか本当ポケストップまばらなんでね、いやーきつい。だいたい小川町からこっちの方に向かってくるぐらいのタイミングでこの10キロ卵を孵化装置に入れて、で 9.5 キロなんですよね。約10キロ、10キロ歩いてよ、アルロを探すためだけに。とりあえずこの動画を見ている皆さんに今日お伝えしたいことは、これがリアル、これが田舎のリアルです。これがポケモン GO の本当の姿なんだよ。だからね、都会に行ってね、わーリーダー、わー下っ端、わーバン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 ね、もうドドドーとかね、もうやってる動画、あれはフェイク動画です、まあ、フェイク動画はとは言わないけども、でもまあこういうところでね、リーダーが全然いないよっていう方が、正直これがポケモン GO のリアルだと僕は思うんでね、まあこういう映像を今日届けられてよかったのではないでしょうか。じゃあアルロさんやっていきたいと思います。もうね、これもパーティー考えるのめんどくさい。もういつもと同じでいく。もうこれでいこう。もう早く倒そう。トトロ倒します。はい、カイリュウ、アノプスですね。アノプスか、まあこれもあれだな、アノプス、うわアノプスね。なんでこいつはさ、このアルロはさ、いつもさ微妙なポケモンばっかなわけ。前回もサボリアだったよね。ちょっともう歩きまくってるから、もう若干ちょっとキレ気味なんで、ちょっと本音言うけど、なんでこのアルロはさ、いつもさこういうのばっかなんすか。いや、リーダーだぜ、リーダー、いやリーダーですよ、難しいんですよ倒すの。せめてどっかさ一人ぐらいはさ600族入れようよ。もうちゃんと言えてないけど、例えばさ深まるはさすがにすごすぎるけど、でミニ竜とかさ、
あとヨーギラスとかさ、それこそダンバル、なんで今回ダンバル入れてないの。ダンバルのコミュニティで来るんだよ、なんで今回入れてないの。ちょっとやられちゃう、やられちゃうからディアが変えるんだけど、なんでダンバル入れてないかな。ナイアンティックマジセンスないよねちょっともうかなりキレ気味でやってますけどもはい、もう本音をぶっちゃけております。サーナイト非常にまずいサーナイト非常にまずいが、まずいがアイアンヘッドがあるんだよね。だからディアル側のね守備範囲がね広すぎる。本当にあのフェアリー来てもね、アイアンヘッドで打点があるっていうのはね、もうすごすぎますからね。はい、でこれで、はい、フィニッシュです。対戦ありがとうございました。もうあのブスに関してはまあやらなくていいかなっていう感じなので、今回リーダーはもう皆さんお気づきの通り、3人全員基本的には外れです。外れ、まあ、確かにあのシャドウのあいつ、あのキバニア、シャドウのキバニアですね、シャドウサメ肌か、まあ、あいつみたいにね使い道があるのはいるんですけども、言うてもやっぱね、シャドウの目玉といったら600族だよ。シャドウ海流とかね、シャドウバンギラスとかね、シャドウメタグロスとかね、シャドウボーマンダとかね、シャドウガブリアスとかね、そういうのはやっぱり、ね、リーダーにね来ないとね、熱くないんだよ熱くない。いや確かに実戦でこの子は使えるかもとかね、そういうのすごい分かるんですよね。なんだかんだ言ってユネイトロもゴーバトルリーグでいるからね、まあ実戦でね、まあ、使えなくはないですよ。てかむしろ実戦で使えるんですよ。でも大半のねユーザーはですね、やっぱり、ね、単純に強いポケモン、カイリュウとかベタグロウとかそういうのが好きなんだよ。ナイアンティクスはもう分かってください、もうこの思いを。ご対地は、はい、そんな感じでもうちょっと切れ気味になりましたけども、これであとあれですね、榊さんを倒せば今日はクリアできます。いや、なんとか今日中に動画出せるかな。ちょっと今日中に動画を出したくてね、ちょっとこれ頑張ってるんで、あと榊さん倒して締めたいと思います。余談ですけども、皆様このカビゴンのお姉さんですね、どのポケモン使っておりますでしょうか。僕はですね、このカビゴンのお姉さんにはイベルタルを使っているんですよね。イベルタルがですね、まあ、カビゴンって技一下なめか試練の続きじゃないですか。要はゴーストかエスパーですよね。マークタイプなんで、まあ、どっちも効果今一つで受けれるからご利用される心配はないと。それから気合玉を持ってるんですよ。でこれで気合玉を打つと、で気合玉は、まあ、基本的にはフルスワイプしちゃって大丈夫だと思います。気合玉バーンって打つじゃないですか。もうほぼ削れるんですよね。でこれで多分あと 悪の波動一発、悪化一発で落ちるんで、まあなるべく貯めて、でこのイベルタルの HP ですね、皆さん注目していただければと思うんですけども、このカビゴンの高速の下なめだったり、それからシレナの頭突き、まあ技の威力がすごいエグいんですけども、それを食らっても全然耐えれているんですね、まあ、こんな感じでね、このカビゴンのお姉さんに対してイベルタル非常に有効なので、皆さんぜひ試してみてください。さあ、長きにわたったこのロケットダッド旅もいよいよラストでございます。私がこの組織のリーダー榊だ、ゴーロケット弾甘く見ているようだな、バトルで決着をつけよう。 OK です。じゃあ最後ね、榊さんとの対決をお届けして終了したいと思います。で今回使うパーティーなんですけども、せっかくなんで最近ゲットしたばかりの小縛りでいきたいと思います。熱色ネクロズマ、月色ネクロズマ、そして白系のルカリオですね、全員 PL50 フルムキムキでございます。ちょっとこの子たち使ってどうなるのかっていうのをちょっとやってみたい。対戦よろしくお願いいたします。いつものペルシアンだね、いつものペルシアンが出ております。で速攻ヌカレオに変えていきます。ヌカレオをチェンジして、こうすることで、まあね、もう上級者は分かりだと思うんですけども、硬直時間が奪われます。硬直時間が奪われますので、その隙にバン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 技一打っていくという感じですね。そしてグローパンチでシールドを剥がしつつ、自らの攻撃力も上げていく。あー、これ技一だけでいっちゃったね。さあ1段階上がっておりますよ。キングドラか、まあ一応ねドラゴンタイプだから、まあ、鋼タイプのルカリオ効果今一つで受けれるんだけど、ただねこのルカリオさ、紙耐久なんですよ、ペーパー耐久なんですよね。でこれで、いや技一で押されてるね、押されてるから、これでシャドーボールします。まあ2段階上がってる状態、ちょっとスワイプこれぐらいにする、倒しギリギリ残したい。あー、もうちょっとだったね。これスワイプ調整したかったね。あー、これスワイプ調整ミスだわ。スワイプ調整をしてちょっと起点作りたかった。まあゴーバトルリーグ的な考え方ですけども、じゃあ日食いきますか。でラストがクレセリア、クレセリアなので、はいはいはい、クレセリアですね。クレセリアはですね、全ての技鋼タイプ効果今一つで受けることができるので、まあ月食ボーンでもいいけど、
月食ボーンでもいいけど、このまま行くのか、無難ちゃ無難。ちょっとせっかくだから、最後ちょっとシャドウレイで決めようか。あーでも技一だけで相当いっちゃうね。じゃあ最後、優秀の美を飾るべくシャドウレイで決めたいと思います。はい、ムーンフォース。じゃあ最後優秀の美で月食レクロスワのシャドウレイで締めたいと思います。これもう多分相当削れるよな。はい綺麗に終わりましたね。まあ最近のね、綺麗にうまく使えてよかったんじゃないのかなと思います。坂下も大変ありがとうございました。そして注目はこの後です。注目はこの後、このシャドウクレスリアの個体値ガチャタイムでございます。今回は 100% を引いてはいけません。高個体を引いてはいけません。なぜならこのクレスリアは PVP 用だからです。つまり攻撃が低くて防御 HP が高い、要は0、15、15になるべく近い形、それが理想なんですよね。果たして引けるでしょうか。では運命の個体値ガチャタイム。ではいきます。個体値はおいちゃうねん、そういう方向じゃないねん、ちゃうねん、レイドアタッカーじゃないねん、そうじゃないねん、な、何このレイドさんの個体値ぐらいで攻撃マックス引いとんねん。うわーマジか。いやこれがね、海洋化とかグラードンだったらよっしゃーなんすよ。シャドウ海洋化、シャドウグラードンでこれ来てほしかったね。うわーマジか。うーん、まあ YouTube 的には美味しいオチということでよかったんじゃないでしょうか。ではそんな感じで本日はロケット団を下っ端からリーダー、そして榊様まで討伐するという動画をお届けいたしました。皆様はこのロケット団ですね、シャドウクレスエリアゲットされた方いかがでしたでしょうか。もしよろしければ皆さんはね、どんな感じだったかコメントいただければと思います。それからこの動画の感想だったりね、まあ、参考になったよということでしたらぜひそちらもですね、コメントよろしくお願いいたします。そしてまだの方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価、何卒よろしくお願いいたします。まあ、今後もね、こんな感じでちょっと田舎のリアルな動画もね、積極的にお届けしていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、アディオス。